はい、皆さん、こんにちは。今日はね、ちょっとカクテル作りをやっていこうということでね、一番簡単なね、ショートカクテルをね、作ってきまーす。でね、ホワイトレディっていう名前ですね。ホワイトレディのね、レシピなんですけどね、まずこのね、ジンね。ジンはね、何でもいいんですけど、下手くそなね、人がカクテル作るとどうしてもね、やっぱ下手くそな 言葉が思い浮かばないんですけど、まあ、失敗しやすいんでね、失敗しやすい場合、まあ、素人が作る場合はね、やっぱこのタンカレーがいいんじゃないかなって思うんですよね。で、タンカレーの特徴はね、アルコール度数がね、これ40、ここかな？これ、48%、47%未満、47.5%とかなんでね、素人が作っても薄くなりづらくてね、ちゃんとした味になるっていうね。で、これコアントローね、あとね、コアントローはまあ普通のリキュール、普通に売ってるリキュールのコアントローのやつ。で、度数40度ね。で、シェイカーこれ使いますと。あとね、レモンね、こうフレッシュレモンをね、これ15ミリ使うんでね、これ、レモン半個ね。もう大きめなレモン半個の方がね、果汁取りやすくていいっすね。じゃあまずね、タンカレーをね、このメジャーカップっていうのがね、あるんでね、これでもってね、測るんですけど、まずね、タンカレー30ミリ。タンカレーを30ミリね。タンカレー30ミリ。コアントローが15。が15ね。で、フレッシュレモンはね、ちょっと上の場合はね、こういうね、ジューサーがあるんでね、こう、これね、これに、このレモンをこう乗せて、まあ、ちょっとね、でかすぎると入んないんでね、ちょっとカットしてて、ちゃんと。こんな感じ？こんな感じね。この感じで乗せて、で、このメジャーカップの上、この穴がね、穴が開いてるんです。これ分かります？これ。俺の顔映っちゃうのかな？俺。あ、映ってる。やべ。で、ここでね、こう、ぎゅっとゆっくりね、ゆっくりめに。絞るとね、15ぐらいちょうど取れるんですよね。で、15取って、入れますと。こうしちゃう、まあいいや。で、ここでね、ちょっと味見を必ずしてくださいと。で、こう、ちょっと混ぜて。ちょっとね、酸味が足りない。酸味が足りないですね。ので、もう使いたくねえけど、酸味が足りないので、ね、くし切りにしたね、このレモンをね、ちょっと一個。入れちゃって、まあ、こんなもんかなって感じ。まあいいか。で、冷やしておいたね、このカクテルグラスね。これに注ぐんですけどね。これに氷をね、なみなみ入れます。なみなみ入れまして、で、これ蓋をはめてね。で、これで素人なんでね、30回ぐらい振りますと。
草を取って、でこいつに注ぎますと。注ぐところがうまく映ってないが、うまく映ってないが、こんな感じね。こんな感じで注ぐね。はい。はい、これで完成になりまーす。じゃあ飲んでみましょう。うん、美味しい。うん。でね、度数がね、25度ぐらいあるんで、結構強いお酒なんですよね。うん。ああ、美味しい。ということでね、こんな一気飲みするとね、大変危険なお酒なのでね、気をつけてください。ありがとうございました。